こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今日はね、ピスタチオのパスタを作ります。ちょっとあんまり馴染みないかもしれないけど、とっても美味しいんで、ね、紹介したいと思います。材料はこちらです。これはピスタチオのペーストです。はい、あとこれがアンチョビーを細かく刻んだもの、ニンニク、赤玉ねぎのスライスとプチトマトのみじん、細かく切ったもの。一応ピスタチオはイタリア産の方が美味しいんだけど、今日は、まあ、こういうおつまみピスタチオ、アメリカ産ですね。ニンニクは外します。お好きな方はこのままどうぞ。で、今度はここに玉ねぎ入れて炒めていきますね。これ生でも食べれるんだよね。赤玉ねぎ美味しいんだよね。甘くてちょっとこう辛い。これをじっくり炒めていきます。冷たい白ワインがうめえな。まあ普通ピスタチオってさ、お菓子とかに使うんだけどね。でもシチリアのエトナ山の麓に行くとピスタチオの名産地があるんですよ。そこではこうやってパスタに使われたりするんですね。美味しいのよ。と一緒に食うとまたうまいね。これはぜひ食べていただきたい。では今日のパスタは美味しかったですか？では何点でしょうか？
ただきました。80点だそうです。まあ、毎日のようにパスタ作ってるんでね、やっぱ他人の評価気になりますからね。うん。ちょっとうんちく言いますと、ピスタチオってイタリアはすごいいっぱい食べるんですよ。でもほとんどがやっぱドルチェっていうね、お菓子作りにこう作る使う感じなんだけど、そのシチリアに行くとピスタチオいっぱい取れるので、それをこうパスタ料理に使っちゃうんですよね。でシチリアのピスタチオっていうのは世界最高と言われてます。とりわけそのエトナ山のふもとにあるブロンテ村っていうところのピスタチオが、まあ今日使ったピスタチオじゃなくてもっと細くてね、甘みがすごい強いんですよ。これを大量に使うっていうのは、もうものすごい高いお金払わないと無理だけど、まあ、そういうピスタチオのいろんなこうヒエラルキーがありまして、まあ、今日はアメリカ産使いましたけど、それでも十分美味しくいただきました。ということで今日はこの辺で終わりにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ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 。